第2代、タウンゼンド死者チャールズ・タウンゼンドは、イギリスの貴族、政治家。貴族院議員として、政界入りし、議系ロバート・ウォルポールと共に、ホイッ等の政治家として活躍。1721年に、ウォルポール内閣が成立すると、その主要閣僚となり、1724年からは、外交政策を担当したが、後に、外交方針をめぐって、 首相ボルポールと対立し、1730年に、政界を退いた。引退後は、株の栽培をはじめ農業2000年、株のタウンゼンドとの異名を取り、イギリス農業革命の発展に一役買った。1675年4月18日、後に、初代、タウンゼンド子爵区に上される初代タウンゼンド男爵、イショタウンゼンドとその後祭、メアリーの間の長男として、 ノーホークのレーナムホールに誕生した。先例にあたり、国王チャールズ2世と、王帝洋区公ジェームズが名親を務めた。1687年12月の父の死により、第2代、タウンゼンド子爵区の爵位を継承した。イートンカレッジで教育を受けた後、1691年春に、ケンブリッジ大学キングスカレッジに進学した。大学では学位を習得しなかった。 その後、グランドツアーに出て、帰国後の1697年12月3日に、貴族院に初登院した。1698年には、ロートンの初代ペラム男爵、トマスペラムの娘エリザベスと最初の結婚をした。青年期のタウンゼンド教を描いた、肖像画貴族院議員として政界に入った当初は、通りー党を支持していたが、やがて保育等に倶えして、 積極的に政治に関わるようになった。1702年に即位した安城は保育党嫌いで、トーリー党中心の政権を作っていたが、1705年6月の総選挙でトーリー党、保育党の議席が白昼した結果、保育政治家の一部を政府に登用する必要に迫られた。タウンゼンドも1706年に王立協会フェローに選ばれ、 1707年には、女王親衛隊隊長となる。翌1708年には、枢密顧問官に列する。1709年に中央ランダ大使に任命され、スペイン継承戦争の講和を目指して、ユトレヒト条約の先行交渉を行った。しかし1710年の国境改正職者、ヘンリー・サッシェ・バレルの裁判の影響で民衆の、被告教徒や保育等への批判は高まり、 逆にトーリー党が支持を集めるようになった。1710年10月の総選挙でもトーリー党が圧勝した。こうした情勢から、安城王は再びトーリー党中心の政府を構築し、保育党政治家の辞職が相次ぐようになった。タウンゼンドも1711年にはトーリー党政権によって中央ランダ大使を解任されてイギリスへ召喚された。 以降再び野党政治家となり、同年に、トーリー党政権が提出した便宜的故郷と禁止法案に反対した。1711年にエリザベスと死別し、1713年には、同じくトーリー党から罷免されていた、庶民院保育党の政治家、ロバート・ウォルポールの妹ドロシーと再婚した。1714年に、アン・女王が崩御し、 そのまたいとこのハノーファー戦抵抗、ゲオルクルートビヒがイギリス王ジョージ一世に即位すると賛成の意を示し、トーリー党がジョージ一世に支持されず、ホイック党の弾劾で没落すると新たに成立したホイック党政権に北部担当国務大臣として加わった。しかし1715年のジャコバーイト判断の鎮圧後に政府は外交方針をめぐって分裂し始めた。 ジェームズ・スタンホープと第三代サンダーランド伯爵チャールズ・スペンサーは大北方戦争でハノーファーを重視するジョージ一世の方針に従ってスウェーデンへの対抗、フランスとの連携を施行し1715年10月にもスウェーデンに宣戦線復刻した。一方、タウンゼンドやウォルポールはこれをイギリスよりハノーファーの利益を優先させる政策として反対した。 タウンゼンドとオルポールは、イギリスとフランスの条約締結の妨害にあたり、このため条約締結は1716年11月まで、ずれ込んだ。ジョージ一世はこれに起こり、1716年12月にも、タウンゼンドを北方担当国務大臣から罷免し、アイルランド総督に転任させ、さらに1717 17年4月には、アイルランド総督からも解任された。 しかし1720年に北方戦争が終結したことで外交政策上の対立は自然消滅し、タウンゼンドもウォルポールもスタンホープと和解して政権復帰することになり、タウンゼンドは枢密院議長に就任している。1720年の南海放末事件で政権は動揺し、翌1721年にスタンホープが急死、サンダーランドも失脚した。 タウンゼンドは、スタンホープの後任として1721年2月に、北方担当国務大臣に就任した。さらに4月には、名優デギュ系のウォルポールがサンダーランドに代わって第1、大倉卿に就任し、事実上の首相となった。1724年に、サンダーランドの流れを組む、第2代カートレット男爵ジョンカートレットが、失脚すると代わって、 ウォルポール政権の外交政策を担当するようになった。外交政策では、ハンハプスブルク家政策を通し、四国同盟戦争が終わった1721年に、フランス・スペインと同盟を結び、オーストリアを建成したが、1725年に、スペインとオーストリアがウィーン条約を結ぶと、プロイセン・フランスとハノーファー条約を締結、1727年に、 スペインがジブラルタルを包囲して小規模な戦争が発生したが平和政策を取るウォルポールが次第に外交に関わるようになると外交をめぐって対立1729年にセビリア条約でスペインとの戦争が終結すると不満を表して翌1730年に辞任したウォルポールは1731年に新生ローマ皇帝カール6世の国事証書を承認して オーストリアとウィーン条約を結び、以後はオーストリアとの協調関係がイギリスの基本政策となる。辞任後は、故郷のレーナムホールでイントン生活を送った。所領の農業改良に専念し、株をはじめ様々な野菜を栽培、ノーフォーク農法を取り入れて生産工場に努力した姿勢から、株のタウンゼンドと呼ばれ、イギリス農業革命の発展に一役買った。 1738年6月21日に64歳で死去。息子のチャールズ・タウンゼンドが借位を継いだ。同盟の孫、チャールズ・タウンゼンドは財務大臣となり、タウンゼンド処方を推進してアメリカ独立のきっかけを作り、もう一人の孫チャールズ・コーン・ウォリスはイギリス軍人としてアメリカ独立戦争を戦い抜いた。百八十七年十二月の父の死により、 以下の釈位順段釈位を継承した。一人目の妻エリザベス・ペラム。ゴドフリーネラーが1690年代末。1698年にロートンの初代ペラム男爵トマス・ペラムの娘、エリザベス・ペラムと最初の結婚をし、彼女との間に以下の腰を設けた。1713年にロバート・ウォルポールの妹、ドロシータ・タウンゼンドと結婚し、 彼女との間に以下の6人の子を設けた。ありがとうございます。